こんにちは、エキです。冬になると空気が乾燥しますよね。暖房が効いた部屋ならなおさら乾燥してしまいます。だから喉が痛くなっちゃう、目が乾く、風邪もひきやすくなっちゃう。そんな時、身近なペットボトルが加湿器になったらいいと思いませんか？さあ、今日ご紹介する商品はこちら。間違えた、これ僕のおやつでした。今日ご紹介する商品はこちら、卓上超音波加湿器ペットボトルでウルオンです2。こちらはペットボトルを挿せば簡単に加湿器になってしまうんです。早速実験してみましょう。今電源を入れてない状態の湿度 44%、 電源を入れます。後で見てみましょう。こちらの電源は単三電池を、3本ですね、これ別売りの単三電池ですね、もしくは付属で USB のケーブルが付いているので、パソコンでもモバイルバッテリーでも、使えます。そして取り付け方、準備ですね。まず使い方、ペットボトル、空のペットボトルに、水を入れてください。そしてアダプターが付いているので上のキャップを外してアダプターを取り付け、そして本体をぐるっと取り付ければ、あとはぐるっと回転させれば、これで準備が完了です。電源ボタンはここにあります。これを一度押すともうミストが噴射されます。そして電源ボタンをさらに押すとタイマーの設定ができるんですね。一度押すと2時間のタイマー、そしてもう一度押すと4時間のタイマー、そしてもう一度押すと3つ光って6時間のタイマーの設定ができます。ミスト見えますでしょうか？ちょっと分かりづらいかもしれないので、こういった形で、風がうまく出てるから難しいかな、こうですかね。はい、ミストが噴射されます。今まで大きな加湿器、どうしてもちょっと高かったり大げさだったりするので、自分だけのプライベート加湿器として手軽に使えます。そして大きさも約10センチ、直径約10センチ、重さ約 100g なので、例えばご自分の広いオフィス、なかなか加湿器かけても、湿度上がらないので、自分だけのプライベート加湿器として、ピンポイントで加湿ができます。さらに旅行先、ホテル乾燥してますよね。そういった時にこれ持ってってペットボトルを刺すだけで簡単に加湿ができるんです。そしてペットボトル下ひっくり返してつける構造なので、ボトルの水を最後まで使えるようになってます。さらにこれ万が一倒したらこぼれないか心配ですよね。倒してみますね。こぼれない、こぼれにくい構造になってるんです。こういうふうにやってもこぼれにくい構造になってます。さらにこの方式が、例えば超音波式、加熱式ではなく超音波式なので、万が一触れても、手が触れても火傷の心配がないんです。小さなお子さんいても安心して使えるんです。じゃあ実験の方どうなったでしょうか？少しずつ白くなってきたのが分かると思います。いきますよ。今湿度 68% まで上がりました。まあ短時間なので、もうちょっと時間かければ湿度上がるんですけれども、だいぶ湿度が上げられました。身近なペットボトルが簡単に加湿器に変身、ミストで乾燥防止、卓上超音波加湿器ペットボトルでウルオンです2、ぜひおすすめします。価格は2980円となります。ぜひよろしくお願いします。